高値が続く小麦粉ってありますよ。だからまあ、うちもね、大変なんですよ。小麦粉は上がるわ、水道光熱費は上がるわ、人件費は上がるわでですね。本当大変なんです。よだから、ラーメン屋さん、今潰れまくってますでしょしかも、ラーメンって、もともと安いもんですから。あんま高く提供するというのもね。庶民の食べ物ので、あんま高くはどうかな、なので。できるだけ値段を上げないで、それでも原価が上がってきて、ううって言って、ギリギリのところでね。まあ、千円の壁とかも言いますけども。結構多くのラーメン店がね、姿を消して。 ているという現状があります、えー、でねこの小麦なんですけども私は思うにも米粉にすればいいんですよだって小麦粉で作れるものってほとんど米粉で作れるんですパンにしたってねお菓子にしたって小麦粉で作ればクッキーにしたってこれ全部米粉で作れるんですよ米粉っていうのは米を粉にしたもんですよ米ですがな ただこれも以前いつもこの話題の時に私が必ず言うんですけど日本で結構米粉使われてるんですけど9割以上輸入だって言うんですよねじゃあ意味がないわけですよね日本人だから米を食おうと食料安全保障に寄与するぞって言って米粉を用意してきたら9割が輸入だって言うんですからねそれじゃあ小麦粉を使うのと一緒ですよねだからもう減炭なんかしてる場合じゃないですよしっかり米を取ってお米文化をしっかりとね守っていきつつさらに米粉ですね米粉のねを使って た例えばラーメンにしたって米粉でできるわけですよまあちょっとつなぎの関係があるので米100%はちょっと難しいんですけどもえ小麦粉でできることは基本米粉でできますからまあ、そういうシフトをですねすべきですよねあとそれから魚にしたって外国の魚ねやっぱねあの近海で捕れる魚が一番うまいんですよあのね外国から入ってくるものってやっぱ時間が経ってるわけですよねだって魚なんて腐りやすいんだから外国から持ってくるってどういうことかと言ったらまあ 例えば冷凍だったり防腐剤だったりするわけですよ。でやっぱり取れてから時間が経つというねだ昔までは外国から遠い遠い外国からね食べ物を輸入するってこんな贅沢なことはなかったわけですよねところが今何が贅沢かといったら地地産地消ですよ例えば、えー、旅行に行って旅館に泊まりますどんなものを食べたいかといったらねオースストララリアア産のアスパラを食べたいいと思わないわなけですよ北海道だったらね北海道ホテル泊まっていや地元のね北海道産の朝とれのアスパラか って出てきてこの人が作りましたてへーって言ってがぜんやる気になりますよね何もよその国からアスパラを空輸しましたってそこじゃないんですよねだからやっぱり一番贅沢なのは地産地消ですよ地元の食べ物生産者の顔がわかるそういうのがですね本当の贅沢なんですよねなのでもっと日本はですねとにかく何でもかんでも輸入じゃなくてまず日本にあるものを食べるんだとそれで足りないものを外国からつまむとかねそういうようなですね食品輸入をするできるだけ 国内の食材、えー、産業をね、活性化させていいくということ。これがもう必ずや食料安全保障に寄与するとということですですからね政府が何十年もね食料自給率がね下がってる下がってる問題だ問題だと言っていろんな対策会議が開かれていろんなことをやりましたけどももう全然ですねあの上がってこなかったところへ自然とこれ円安というね状況でもって国産食材にシフトということが起きているというねこれ今米の話を中心にしましたけど米だけじゃないですからね。 色々なもんですよだから旺盛な需要を外国から寄せ集めてきてなんとか満たすっていうよりも消費者も消費者で趣向を変えてね地元のもの何があるかなあじゃあそれとそれを食べようっていうねまず地元のもので食べようとする地元でないものはもうちょっと周辺からそれでもなければ外国からというねやっぱこの地元のものを食べるっていうそういうのをまあ良しとするというですね、まあ、そういうね、まあ、日本人なんだから日本で取れるものまず食おうぜと、まあ、そう そういうことが寛容ではないかと思いますね武田辻康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いしますえ本家武田辻康チャンネルでは毎週木曜日夜8時日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね